流血とは、負傷、病気等により、人体もしくは動物等の血液が体外へ流出する現象のこと。似た熟語である血流が体内における循環を指すこととは区別される。流血状態が続くと、体中の血液の量が減少し、生命の危険をもたらす。また、傷口から感染症にかかることも想定し得る。従って、 通常は流血状態を確認次第、止血、消毒処置を施した後に医療用ガーゼで固定する。傷の広がりによっては方法を行う。状況に応じて流血原因である傷部位を加熱消毒すべきことがある。プロレスでは団体、選手によっては流血をすることが見せるエンターテインメントになっていることがある。例えば、アブドーラザブッチャーは、 試合のたびに必ずと言っていいほど額から流血し、自伝にも幸福な流血と題している。またフレット・ブラッシーは、力道山との試合の際に噛みつき攻撃で大流血、させ、テレビで感染した老人がショック死するという事態を起こしている。このようなレスラーの中には、ブッチャーはじめ学が切り傷でギザギザになっているものも多い。デモ活動や革命などの政治運動、 またはそれ以外の事故、事件について、死傷者がある様子を、流血の惨事と表現することがある。この場合、大義語は無血である。以上のように物騒なイメージもある単語のため、出血大サービス、月経で出血などの際に、流血ということは、あまりない。ありがとうございます。